恋渡辺恩。そこの海岸のホテルでの話です。彼女は女優でした。少しばかり年を取りすぎてしまいましたが、それでもいろいろな意味で最も評判の良い女優でした。劇場が夏休みなので、泳ぎにたった一人で海岸へ来ていたのです。ところがホテルのベランダでゆくりなくも誰とも知らない一人の青年を見初めてしまいました。これは日頃の彼女にしてみれば非常に珍しいことで、しかもその青年はちっとも美青年でも何でもなくて、むしろうち見たところひどく不器用な感じしかない男なのですが、そんな点がいっそかえって彼女の心を引いたのかもしれません。彼女と青年とはよく申し合わせたようにベランダで一緒になりました。それも大抵他に人目のない時が多かったのです。あの人がもしちょっと後ろを振り向いて、そして私を恋していると一言言ってくれたらば、と彼女は思うのでした。でも結婚なんて私嫌だわ。弟ならいいわ。あんた私の亡くなった弟とそっくりなんですもの。とそう言おうかしら。青年とてもきっと彼女に恋しているのに違いありません。その証拠には青年はことのほかなる臆病者と見えて、彼女とそこで顔を合わせるや、いつでも真っ赤になってそっぽ向いて、ひたすら海や松林の景色なぞ荒の方ばかりを眺めるのです。もしかして自分が世にも名高い女優であることを、このアザラシのように内気な青年は知らないのではあるまいかと疑っても見るのですが、いつか海岸でちょうど青年がしゃがんでいた砂の上に彼女の名前が大きく書かれてあるのを見かけたことさえあったし、そんな道理はないはずです。彼女は華奢な両肩がピンと尖った皿模様の古風な上着を着て、行儀よく居住まいしたまま青年の後ろ姿を腹立たしげに睨むより仕方がありませんでした。彼女は何とかして青年と近づきになれるような大きなきっかけを作ろうと思いました。そこで彼女は青年が泳ぎに行くような時を見計らって、彼女も海へ行って青年の泳いでいる付近で溺れて助けてもらおうかと考えたのですが、その計画は実行されるに至りませんでした。青年は泳ぎが非常にまずくて、ほとんど腰ほどの深さのところばかりに立っているのに、彼女は5マイル遠泳くらいはやれそうな腕前なのでしたから、青年は砂の上に寝転んで、はるかに赤と青とのだんだら島の水着を着た彼女のか細い腕が抜き手を切って波と戯れているのを不思議そうに見物していました。失礼ですがお嬢さん、とうとうそれでもある晩のこと、ベランダで青年の方からこう彼女へ声をかけました。
失礼ですが、お嬢さん、あなたにもしやお兄さんが一人おありになりはしませんでしたろうか。内気な青年は極めておどおどとして口ごもりながらそう言いました。兄、兄があったかとおっしゃるのでございますか。ございましたわ。ええ、ええ、それは非常に優しい兄が一人ございました。と彼女はびっくりしながらも喜び勇んでそう答えました。そうですか。それでそのお兄さん、今はご一緒にはいらっしゃらないのですか。はあ、もう別れ別れになりましてから、そうでございますね、かれこれ15年にもなろうかと存じます。何分私なぞまだあまり幼い自分のことだったものでございますし、一体どんなひどい家庭の事情があったものでございますやら、その後誰も聞かせてくれるものもございませんし、今もって全くわからないのでございますが。ですがその兄がどうかしたのでございますか。彼女は顔を輝かしてそう聞き返しました。15年、そんなに経ってしまったのではもうまるで面影さえも覚えてはいらっしゃらないかもしれませんね。いや、実はあんまりはっきりとしたことを最初からお受け合いするわけにも参らないのですが、少しばかり友達から聞かされましたので。とおっしゃいますと、あの兄らしいものでもどこかにいるのでございましょうかしら。まあそうなのです。詳しいことを申し上げないと分かりませんが、だいぶ変な話なのですよ。それできっとご信用なさらないだろうと思うのですけど。信用いたしますわ、どんなことだって。実は大驚きになってはいけませんよ。あなたのお兄さんはずっと前からあなたの芝居をあなたとは知らずに始終見に行っていたのです。まあ、でも無理もありませんわ。15年も会わずにいて、しかも舞台顔で名前までまるっきり変わって別の名前なのでございますからね。それに兄だってまさか私がこんな職業の女になっていようとは、それこそ夢にも考えてみもしませんでしたろうし。ええ、全くそうなのです。兄さんはあなたと別れて以来、いい具合にもそんなに不幸せな目にも合わず、ことにこの頃ではおとぎ話の作家として割合に評判も良くなって、ほとんど不自由なく気ままな暮らしをしていますが、やはり一日だってあなたの身の上を忘れることはなく、何とかして早く見つけ出して一緒になりたいと念じていたのでした。そんなにまで心にかけていながら、兄さんとしたことがあなたの舞台姿を見て親身の妹の幼顔を思い出すことができなかったばかりでなく、実にけしからんことにもあなたにひどく恋してしまったのです。その恋のためには身も世もなくなるほどの気持ちでしてね。まあ、女優は全くうろたえてしまいました。で、ぜひとも結婚しなければ、命にかけても結婚すると固く心に誓ったのですが、それほど思い詰めていたにもかかわらず、あなたの兄さんと来たらお話にならないくらい気の弱い人でしてね。どうしてもその心の丈をばあなたに会って打ち明ける勇気が出なかったものです。そこで兄さんのごく親しい友達の一人が選ばれて、代わってあなたのところへそのことの話をつけるために出かけて行くことになりました。青年は言葉をちょっと途切らして、さてため息を漏らしました。ではそのお友達というのがあなたでいらっしゃいますの。でもあなた、ちっともお困りになることはございませんわ。女優は感動しながら優しくそう言いました。いやいや違います、そうではありません。困ったことというのは、その選ばれた友達がよせばいいのにといったところで、いつかは知れるには相違ないことなのですが、
あなたへお話しする前に責任を感じたものと見えて、私立探偵に頼んであなたの身元を調べ、そのついでに兄さんの方も調べてみてもらったところが、図らずもこの二人はもともと一本の幹から出たもので、兄さんはどうやらあなたの真実の兄であるらしいということが分かったのです。さあそうなってみると、その友達は途方に暮れてしまいました。なぜといって、もしそんなことをうっかり兄さんに打ち明けようものなら、兄さんは失望のあまり人生を呪って必ずや我が身を滅ぼしてしまうに違いないと思ったからです。いっそ何も分からずに知らないまんまで兄と妹とが闇雲にうまく結婚してしまえば何事もなかったろうが、と今さら悔やんでも追っつきません。とうとうその友達はかわいそうなことにも自責の念に耐えかねて、ある夜のことどこかへ逃亡して、それっきり行方もわからなくなってしまったような始末です。けれども一旦私立探偵がそうと嗅ぎつけた以上、たとえその友達が姿をくらましたにせよ、そんなことをすればするだけいつまでもその秘密が漏れないで済む道理がありません。ある晩、クラブで酔っ払いの友達同士が声高らかにその内緒話を喋っているのを、私は、そうです、私は聞いてしまいました。もちろん私たる者の驚きは例えるものもありません。一体こんな残酷な運命のいたずらを、果たして我々はそのまま許容してしまっても差し支えないものであろうかと、私は嘆き、悲しみ、憤りました。だがいずれにしても、こうした事実はお互いのために極めて判然とさせなければならないと考えまして、それ以来改めて自分の手でいろいろ調査をしてみました。そしてとうとう今朝になって、その動かすべからざる調査の結果を知り得たのです。何でございますって？それではあなたはもしや？女優は感激のあまり頭を押さえて立ち上がりました。もしやあなたがそのお兄さんではないのですか？そう、そうですけれども、それが、青年はすっかり胸を詰まらせて息苦しそうにどもりました。まあ、女優はいきなり青年の肩をしっかりとかき抱いて、幾度も幾度も接吻しながら、さて小さい声でささやくようにこう言いました。まあ、嘘つき、あんたって人はなんて嘘つきなの？私には兄さんなんて厄介なものはたった一人だってありゃしなくってよ。青年は抱かれながらおろおろ声で弁解しました。だって僕の言おうとしたのは、その調査の結果がやっぱり僕とあなたとは兄妹ではなくて、その友達が自分も同じようにあなたを好きだったので、そんなデタラメを捏造したまでであるということなのです。バカ、まだそんなことを言っているの？女優はそしてまるで楽しいピアノのような音を立てて笑い崩れました。女優とその童話作家だという青年とは、それから間もなく結婚して幸せに暮らしました。